FN スカーはベルギーの銃火器メーカーである FN ハースタル社がアメリカ特殊作戦軍向けに開発したアサルトライフルである。スカーを使用して CQB トレーニングを行うアメリカ陸軍第10特殊部隊グループスカーは2003年に行われたソカームトライアルのために開発されロビンソンアーマメント社の XCR と共に参加していたが XCR が 部品調達の遅れにより、トライアルから脱落し、結果スカーが選定された。その後、2005年には、アメリカ陸軍が、ヘッケラーコッホの H&KXM8 を、磁気式アサルトライフルとして発表したが、M16 の製造元である、コルト社が、ロビー活動を展開、アメリカ海兵隊やソカームが猛反発して、白紙となり、ソカームは、 スカーを大量に購入してトライアルすることとなった。イラク戦争やアフガニスタン紛争に投入されている軍や DEA の特殊部隊が使用しており、高い評価を得ている。2009年4月に600兆のスカー L が第75オレンジャー連隊に配備された。2010年5月にソカームが MK16 及び MK17、MK13 の購入を正式に決定した。しかし、 後日、ソカームは MK16 の購入を急遽キャンセルした。現在は MK17 狙撃手支援小銃としてマーク 20SSR を使用している。2011年12月、アメリカ海軍は MK16、MK17、MK20、MK13E MK ム、並びに機材保守サービスの追加調達を発表した。アメリカ軍以外の動向は以下の通り、 ベルギー軍でエインポイント射精、ドットサイトと共にスカー L が導入されており将来的に FNFNC を置き換える予定である。なお、ベルギー軍に導入されているものは重心長が14インチでありスカー特有の大型のフラッシュハイダーではなくより小型のフラッシュハイダーを装備する。フランス陸軍は近年急速に消火器の刷新を進めているが新たに セミオート狙撃銃として FN 社のスカー HPR7.6251mm 小銃を2600丁、採用すると2020年1月に報じられた PR は精密射撃仕様を指しスカー HPR は分体の行動をサポートするいわゆる DMR として採用されるセミオート狙撃銃選定は2018年8月頃から行われており当初は H&K 社の HK417 や、バーニー・キャロン社の VCD-10、PGM 社、シグ社なども候補となっていたようだ。しかし生産キャパシティ問題や調達価格、そしてアメリカ資本、製造の企業では、イーターによる輸出規制などの問題があり、ベルギーの FN 社に決定したと言われている。昼間用工学機器として、 シュミットベンダー社の1から 824PM2 デュアル CC がエラタック社の 20MOA マウントを介して取り付けられる。サイレンサーは B&T 社のローテックス V が採用された。また、クリップオンサーマルサイトとしてベルギーオップセンサーシステムズ社のタイグリス IR も同時に採用された。スカー H を構えるネイビーシールズの隊員基本的には 同社の FNFNC をベースに近代化改良を施したもので、アッパーアレシーバーはアルミ合金製、ロアレシーバーは樹脂製になり、グリップやマガジンウェルは M16 タイプに変更されるなど様々な改良が加えられた結果、事実上ほとんど別のライフルになっている。かろうじて FNC から継承されたと言えるのは折りたたみ、式ストックのみである。作動機構は、 ガス圧利用方式だが、M16 がチャンバー内のボルトキャリアまでガスを流入させるリュングマン式を採用したのに対し、スカーはショートストロークピストン式となっている。これにより、命中精度は若干低下するものの、ボルトキャリアが汚れることはなくなった。他にも89式小銃のようなガス調整弁を備えて作動不良に備えるなど、M16 で 不満が寄せられた信頼性を向上させる工夫が施されている。また、スカーの特徴の一つとして高い汎用性が挙げられる。スカーには 5.56X45mm ナトーダ弾と 7.62EX51mm ナトーダ弾を使用するモデルが存在するが、二つのスカーの相違点を少なくした上で共通性を持たせることで維持コストを下げ、 新しい口径の弾丸が開発されたとしても最小限の改良で対応できる。また、アッパーレシーバー上部とハンドガードにはピカティニーレールが標準装備されており各種アクセサリーが取り付け可能である。加えてフリーフローティングバレルや折りたたみ式フロントサイト、高さ調節まで行えるチークパッドによってストレスなく射撃を行える。他にも マガジンキャッチやセレクターは左右両方から操作でき、チャージングハンドルは左右に付け替え可能である。現在のカラーリングはブラックと絵札の2種類である。また、M203 グレネードランチャーの後継として、FNF2 専用の GL1 をベースとした専用の FN40GL40mm グレネードランチャーも合わせて開発された。 このランチャーは M320 のように重心を横に向ける動作を加えたため、より全長の長い弾薬を使用できるようになった。さらにトリガーグループはマガジンを迂回して、ライフル本体のトリガーの真下に配置されており、引き金を引く側の手の中指でランチャーの発射が行えるようになっている。2007年7月にメリーランド州アバディーン試験場において M4 カービン、 H&KXM8、H&KHK416 を多量の誇りが、ある環境で6000発発射する品質テストが実施された。この試験では各モデルを10丁用意して1丁につき6000発、1モデルあたりにして6万発が発射された。テストにおいて、スカーは226回のジャムを起こし、127回しか起こさなかった XM8 に敗北した。 一方、M4 は882回、HK416 は233回であった。もっとも、このテストは、M4 カービンの近代改良の有用性についての実験であり、スカー等の採用テストとして行われたものではない。スカー L5.56X45mm、ナトーダン使用。通称 MK16。 スカーエッジ 7.62EX51mm ナトーダン仕様通称 MK17 また現在導入が検討されている 6.5mm クリードモアダや260レミントン弾にもモジュール交換だけで即座に対応できるように設計されている EA 5.56X45mm ナトーダン仕様の分体支援下記 アメリカ海兵隊のイーヤープロジェクトに参加したモデル。ハムアイーヤの改良型。薬室の温度によって命中精度の高いクローズドボルトと重心の冷却効果が高く、コックオフが防止できるオープンボルトを自動的に切り替える。スカー 16S、17S スカー L、H の民間用セミオートバージョン。両方とも16.25インチの重心を持つ。 16S の値段は1兆2994ドル。SSR7.62EX51mm、ナトー弾仕様のマークスマンライフル。通称 MK20。スカー、L マーク 16PDW5.56X45mm、ナトー弾仕様の PDW。FN スカーの登場作品を表示するには、右の、表示をクリックしてください。24。 24- シーズン8、23は14時15時、と24は15時16時に登場。主人公、ジャック・バウアーが、アドバンスト・アーミメント射精、ブラックアウト・フラッシュ・サプレッサー、テレスコピック・サイト、フォアグリップ・バイポット、レーザーでジグネータ装着のスカー・ L を使用。96時間、レクイエム・オレグが、ミクロ、T ・ T-1 レッド・ドット・サイトを装備したスカー。 L を使用。また、ハンドガード部分とマガジンに複数の予備弾層をベルトでくくりつけている。CSI 科学捜査班第12シーズン9は殺人兵器に登場。隠し部屋の壁にかけてある。GI 上バックにリベンジスカー L スカー H が登場。デューク、レディ J、フリント、ジョー・コルトン司令官が使用。 ミクロ T-1 レッドドットサイトマグプルアフグ、グリップアン、ペックマイナス -15 レーザーモジュールマグプル、E マグなどのアクセサリーが装着されている。ハワイファイイブマナリ0陸軍や、ネイビーシールズが、スカー L を使用。ネイビーシールズのスカー L には、オテック、ホロサイト、レーザーデジグネータ、マーク、13モット、レイグレネードランチャーが装着されている。インセプションアーサーが、 工具スコープ装着のスカー L を使用する。オールユーニードイズキル、アメリカ統合防衛軍の兵士たちが着用する、軌道スーツの右手部分に、スカー H が固定されている。サボタージュ、グラインダーとトライポッドが、スカー H を、武装勢力との銃撃戦に使用。銃のアクセサリーにアン、ペック -15 とミクロ T-1、レッドドットサイトが装着されている。 サルの惑星、新世紀マルコムが、スカー H を使用。工具スコープ、フォアグリップ、アン、PEG-15 レーザーデジグネータ、タクティカルライトが装着されている。ダイハード、ラストデイ主人公、ジョン・マクレーンケージが、チェチェンジンの車のトランクに積んであったスカー、HCQC を車ごと奪う。オテック、ホロサイト、タクティカルライト、 マグプル RVG バーティカルグリップ、アン、ペックマイナス -15 が装着されており、チェルノブイリ原子力発電所での戦闘で使用する。トランスフォーマー、ダークサイドムーンレストのメンバーが、スカー L を使用。オテック553ホロサイトアン、ペックマイナス -15 あって PLP マグ及び、フロントグリップが装着されている。バーンノーティスモトスパイの逆襲シーズン四八は、誘拐で、 マットリースの資格がスカー L を使用。ワイルドスピードユーロミッションジゼリア社がスカー LCQC を使用。マーク13モッドレ0グレネードランチャーが装着されている。アジンタイアジン特選軍隊員が使用。標準装備として工具と麻酔銃がレール部分に装着されている。イルマ基地の地下における戦闘では隊員の一人が狙撃に使用し、 64式 7.62mm 小銃を乱射する原の射殺に成功する。シャーロット第9話に登場する超能力者、研究施設の警備員が、スカー L を H&KMP5 と共に使用する。バレルの短い CQC タイプが登場するが、フロントサイトがハンドガード情報のレール部分に装着されているほか、オリジナルの伸縮式ストックモデルの他に、 スケルトンタイプのストックが装着されたものが登場している。ヨルムンガンドシーズン2第3はダンスウィズアンダーショーアフトフェーズで CIA のヘックスが R との戦闘にマグプル P マグと光学照準機、グリップ、タクティカルライトを装着したスカー L を使用。シーズン2第10はニューワールドフェーズ3でアメリカ海軍特殊部隊ナイトナイン隊員がオテック。 ホロサイトとグリップを装着したスカー L を使用。アライアンス・オブ・バリアント・アームス・ユーロで購入できるアサルト・ライフルとしてショップにて販売。アルマニク・拡張パック・オペレーション・アロヘッドでアメリカ陸軍の主装備としてスカー L ・スカー H が登場。ブロトフォス・スカー H が登場。ホームフロント・スカー L ・スカー HLMG が登場。 リフト4デッドにアサルトライフル形状いぶき、コンバットライフルとして登場。実銃と異なり相談数は60発と多いが、3点バーストに固定されている。マッシブアクションゲームスカー L が SFCR リムウッド、スカー H が SFCRHW として登場。オペレーション7スカー L スカー H が登場。オペレーションフラッシュポイント、ドラゴンライジング。 アメリカ海兵隊陣営で使用可能なアサルトライフルとして、スカー L がマーク16モッド0の名称で、スカー H がマーク17モッド0の名称で登場する。カスタマイズはそれぞれ異なっており、スカー L はエイムポイント射精、ドットサイトとグレネードランチャーを装着したアサルト仕様とサプレッサーを装着したステルス仕様を、スカー H は工具とアン。 ペックマイナス -2 レーザーサイト、フォアグリップを搭載した、マークスマン仕様とアン、パスマイナス -13 を搭載した、夜間任務仕様をそれぞれ選択可能。オペレーションゴーストセミオート、テ点バースト、フルオートの3段階の切り替え式のアサルトライフルと、フルオートのヘビーマシンガンの2種類で登場。いずれもマガジン内弾数が24発。2種類の箱を破壊する5発10発。 クリティカルショットでのセミオート時2発、3点バースト時1発と、フルオート弾の補充方法が異なる。トム・クランシーズ・ザ・ディビジョンシリーズアサルトライフルとして、スカー・ L ・マークスマンライフルとして、スカー・ H が登場。プラー・アンノン・ S ・バトル・グラウンズ・スカー・ L が登場。ソカーム・ US ・ネイビー・シールズ・ポータブル・スカー・ L ・スカー・ H が、アサルトライフル及び戦闘ライフルとして登場。 また、表記名は、スカー L が SFCR リングウッド、スカー H が SFCRHW となっている。クロスファイアスカー L スカー H が登場。コールオブデューティシリーズ、コールオブデューティーモダンウォーフェアに TF141 のメインアームの一つとして、スカー H が登場する。とあるミッションでは所持していた M4 カービンの弾が切れたラミレスに対して、スカー H を所持している。 ホーリー軍曹がスカー H の弾層を渡すという謎のシーンが存在する。装着できるグレネードランチャーは M203 になっている。コールオブデューティーモダンウォーフェア3スカー L が登場。装着できるグレネードランチャーは M320 になっている。コールオブデューティーブラックオプスにアサルトライフルとしてスカー H がライトマシンガンとしてハムアが登場。 コールオブデューティーモダンウォーフェアストーリー、マルチプレイ、コープモードにて、アサルトライフルとして、スカー H が登場。ストーリーでは、ロシア軍の武器庫で拾える、最終ミッションではカイルが持っている。マルチプレイとコープモードでは、プレイヤーレベルの47から持てる。COD シリーズでは初めて専用の FN40、GL が装着でき、また2脚付けのフォアグリップも装着が可能になった。 スペシャルホースにスカー H、スカー L ともにメイン武器として登場。スカー H は H&KMP7 とともに初期の武器として選択が可能。ハイドファイア突撃銃カテゴリーにスカー H と狙撃銃カテゴリーにスカー PR という名でスカー SSR が登場する他には機関銃カテゴリーでハムアが登場するが全くの別物であるバトルフィールドシリーズ。 BF2 特殊兵の装備として、スカー L を使用可能。BFBC 特殊兵クラスで、スカー LCQC が使用可能。サプレッサー標準装備。BFBC2 公兵クラスで、スカー L が使用可能。工具などの高学標準機が装備できる。BF3 スカー L がアサルトライフル。スカー H がカービンライフルとして登場。 BF4 スカー H がアサルトライフル、スカー HSV がマークスマンライフルとして登場。前者はキャンペーンの主人公、レッカー軍曹の愛獣でもある。BFH メダルオブオーナーウォーファイターデモリションのクラスでマーク 16PDW が使用可能。メタルギアソリッド4マーク17としてスカー HCQC が登場。 レインボーシックスシージネビーシールズ隊員、ブラックビアードの装備として、マーク 17CQB の名称で登場。フォートナイトアサルトライフルとして、キャラクターが装備。出現率が通常のアサルトライフルと違い低い。通常のアサルトライフルは M16 自動小銃となっている。ありがとうございます。